第9レースレインボーカップチャレンジファイナルを、優勝しました熊本の佐藤選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。レースなんですけども、まあ、スタート取りに行って前受けからになりましたけども、作戦はどういった作戦だったでしょうか。まあ、前取りに行ってみて、まあ、そこから取れた位置から、まあ、自分の行けるタイミングで仕掛けようかなと思ってました。で、望月選手が抑えに行って、まあ、そこに吉田選手もついてきて3番手になったわけですけども、はい、その先行する3番手に走っている道中というのはどういったことを考えられていますか。まあ、3番手うまいこと取れたんで、まあ、そこからどう組み立てようかなと思ってたんですけど、まあ、吉田さんがバックで行ってくれたんで、まあ、そこに流れてついていって、まあ、最後小暮さんがちょっと見えたんで、そこから踏ませてもらいました。大地に最後踏んだ感触っていうのはちょっと自分の中では伸び良くなかったんですけど、まあ、もうそこは気持ちで押し切れればと思って、はい、最後までがむしゃらに踏みました。もうゴール線を通った時は自分が一着だなっていう感覚は、まあ、小暮さんがちょっと追い込んできてたんで、まあ、ちょっとまだ、まあ、取れたかなってぐらいだったんですけど、まあ、確定見て、はい、安心しました。今回9車立てで、まあ、短期が7人ということでレースでしたけど、どういうイメージで走ってましたか。まあ、もうちょっとどういう展開になるか自分も想像つかなかったんで、まあ、とりあえず前々からと思って、はい、まあ、あとは流れでなるようになれって感じで走ってました。はい、今回は勝ちに行くレースをということだったんですけども、まあ、来月から2班に上がるということで、はい、そこの次に向けてはまあ、しっかりその結果を残しながらもやっぱり内容もしっかり求めていって、はい、九州の先輩たちと一緒にワンツースリーで決めれるようなレースをしていきたいなと思います。7月から熊本の開催も再開して、ラス戦は多分入ってないとは思うんですけども、はい、早くレースを走りたいっていう気持ちですかね。そうですね、もし呼んでいただけたらしっかり頑張って走りたいと思います。わかりました。では、2班に向けての意気込みを最後にまたよろしくお願いします。はい、2班になってもしっかりと自分の持ち味を生かしたレースをするように心がけるので、まあ、今後も応援よろしくお願いします。